ある日起きた一つの脱輪事故。9時3分裁判所の許可により捜索を開始します。整備不良を疑われた運送会社社長赤松。当社では整備不良ではないと考えています。強硬な再調査依頼です。事故の再調査依頼を受ける沢田。何をしようとしてる。その事故に疑問を抱く伊崎。内部告発というのはどんな。うちで起こしたような事故が群馬でもあったらしいんですよ。あの巨大な組織が生まれ変われると思いますか。事故に隠された巨大企業の闇。俺が戦わなくて誰が戦う。マジか。リコール隠し。それ以外の何者でもないだろう。証拠はどこにも存在してない。あなたたちはそれでも人間ですか。まだ全て終わったわけじゃないでしょ。この書類には私の魂が詰まったのかです。決して諦めない男たちの世紀の大逆転エンターテイメント。最後まで戦う。空飛ぶタイヤ。